でさ、バッチリうまくいったってわけ。それ本当？本当本当。ダルマスカと帝国の友好ですか。頭では分かっているの。今のところ対戦を防げる唯一の手段だわ。でも私に力があれば、そんな屈辱。我々にとっては恥でしょう。しかし民は救われます。あなたは受け入れられるの？私はベインに利用されて名誉を失いましたが、今なお騎士の誓いを忘れてはおりません。人々を戦乱から守れるのであれば、どのような恥であろうと甘んじて背負います。国を守れなかったその恥に比べれば。みんな帝国を憎んでいるわ。受け入れるはずがない。希望はあります。あのように手を取り合う未来もありえましょう。笑うなよ。元老院が何を企もうと、ベイン殿の失脚などはありえん。参謀本部をはじめ軍部はベイン殿の指示だからな。あのお方こそ帝国の敵を討ち滅ぼす剣だ。経緯は2年前のゼクトに似ているな。ベイン殿の力を信じて従った彼がどうなった？ナブディスで消息不明ではないか。ジャジゼクトへの愚弄は許さん。彼は誠の武人だった。その彼が信じたベイン殿を疑うというのか？かつて実の兄君らを斬った男だ。人とは思えん、非情に過ぎる。非情だと？大いに結構。たとえ肉親であろうと、反逆者は容赦なく撃つ。帝国を背負う者の
あるべき姿ではないか。おめでたい男だ。ザルガバース、まさかケイも信じているのか。あのお二人が反逆など。それがグラミス陛下の結論だ。口を慎めドレイス。あの事件はとうに終わった。ご一同、召集令です。ベイン殿がご到着なさいました。受けたまわった。ラーサー様はブルオミシェスに向かわれた。大僧侶に働きかけて反乱軍の動きを封じるおつもりだ。オンドールが諦めるとは思えんが、反乱軍の行動が多少なりとも鈍ればよい。これでロザリアの侵攻も遅れ、我が国が備えを固める時間を稼げる。グラミス陛下の狙い通りか。ともあれ、頼もしい成長ぶりではないか。元老院の脳なしが驚く顔が目に浮かぶ。あの老人ども、幼い皇帝を陰から操る気だろうが、ラーサー様は人形で終わるお方ではない。そうだ、元老院が望んでいるのは人形の皇帝だ。元老院がヴェイン殿の才能をどれほど憎んでいるか思い出せ。ラーサー殿が自分たちの思い通りにならんと知れば、元老院は手のひらを返して潰しにかかる。まずいな。陛下にも報告しておく。ガブラス、ケイと私でラーサー様を守り抜く。いいな。うん。なんだこれ。ゴルモアの森が拒んでいるのよ、私たちを。私を、頭ね。何する？ていうか、どうすんだよあれ。寄ってくんだな。ええ、過去は捨てたんじゃないのか。他に方法がないから。
ねえ、ちょっと。あなたのためでもあるのよ。ん？焦っているでしょ。浜関がそうさせているの。あなた意外と顔に出るのよ。つまりどういうこと？こういうことよ。この森に暮らすビエラの力を借りるわ。もしかしてここってフランの？今の私は招かれざる客よ。この先の里にミュリンという子がいるわ。呼んできて。私が行かなくてもミュリンなら分かってくれるから。
なあ、ミュリンって子がいるだろう。呼んできてくれよ。早々に立ち去れ。ここはヒュムに許された地ではない。ミュリンに会えたらすぐ出てくよ。会えるものか。会わせてくれるまで出ていかないからな。いいよ、勝手に探すから。ほう。森の声が聞こえたの。この里にミュリンはいないわ。ヨーテ、あの子はどこ？なぜ尋ねる？あれの行方を告げる森の声、ビエラなら聞き取れるはずだが。聞こえんのか。鈍ったものだ。ヒュムと交わった報いだな。森を捨てたビエラはもはやビエラではない。森を去ったミュリンもな。だから見捨てようってのか。里の総意だ。ビエラは森と共にあらねばならん。それが森の声であり我らの掟だ。じゃあそっちは掟を守ってろよ。こっちが勝手に助けるなら文句ないだろ。ミュリンは森を去って西へ向かい、黒金をまとうヒュムどもの穴蔵をさまよっている。それが森のささやきだ。ビエラが森の一部だとしても、森はビエラのすべてではないわ。その言葉50年前も聞いたな。
やるじゃないか。あんなのから情報を引き出すとはね。さて、ヒュムの穴とか言ってたが、バンクール地方のヘネマ石港でしょう。オズモーネ平原の南ですね。あの一帯は我が国の植民地なんです。軍もいるでしょう。それがどうした。行くぞバン。あのさ、うん、さっきほらヨーテが言ってたろ、その50年前がどうとかって。それでフランって何歳。失礼ですよ。ほんと子供なんだから。